すべての一般市民は速やかに宇宙港に退避せよ。サイト7はジオン軍の攻撃下にある。繰り返す、すべての一般市民は速やかに宇宙港に退避せよ。ガンダムユニットを出せ。ジオンの攻撃だ。ザクが侵入している。ガンダムを出して迎撃に当たってくれ、少尉。答えてくれ、ドーティー少尉。誰だお前は。民間人じゃないか。誰でもいい、パイロットはみんなやられた。そのエレベーターに乗ってガンダムに乗り込んでくれ。コロニーがザクにやられてしまう前に、お前がサイドセブンを守れ。ガンダムの胸にあるコックピットに入れ。ハッチは開いている。さあ、急いでくれ。連邦のモビルスーツをもう一機見つけました。白いやつです。そこを動くな。すぐそっちへ行く。操作は簡単だ。戦闘コンピューターを起動させるだけでいい。コックピットに乗り込めば、インターフェースが自動的に君の反応能力に合わせて全ての機能を最適化してくれる。動きます。一旦せい。すぐにそこに着く。それから二人で攻撃するんだ。いや、まだうまく動けんようです。やります。よっ、バルカンがあんなところに。すぐに行く。引くんだ、ジーン。状況を詳しく説明している暇はない。とにかく格納庫から出て宇宙港に向かってくれ。シールドを忘れるな。それと残っているザクにも注意しろ。正体がそちらに向かった。中に赤い彗星がいる。奴はジオンのエースパイロットだ。気をつけろ。ホワイトベースもすぐそっちに到着する。援護するからガンダムを船に戻せ。連邦のモビルスーツを確認する。行くぞ。We'll be right back.
連邦も必死というわけか。だがまだ戦いは終わらんよ。